タン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 。おはようございます。本日も始まりましたニュース2ミニッツのお時間です。メインキャスターをさせていただきます。ポテチはコンソメ派、カスミクリスタルです。よろしくお願いいたします。子供たちに大人気のあのキャラクターの似顔絵が完成しました。それでは本日のゲストをご紹介いたします。絵描き歌といえばこの方、顎に鉛筆を刺して似顔絵が描けるでおなじみの絵描き歌のスペシャリスト、前中亮さんです。顎に鉛筆は描けません。前中亮です。よろしくお願いします。いつからクリスタルになったの？それでは早速前中さんには絵描き歌でその人気のキャラクターを描いてもらいましょう。あ、俺がね、カメラに見えるようにお願いいたします。カメラに見えるようにこうかな。はい、それではいきます。太陽さん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 丸丸黒丸黒丸型ごと電車が走るよ。三角落ちたカモメの口が二つ刺さった。三角池で遊ぶサラダとカス。サラダとカスミ、ありがとうございます。待って、私が描いたものがこちらになります。かわいいトマタロウさんが出来上がりました。めっちゃうまい。それでは最後のコーナーです。正体不明の YouTuber によるキャラクター紹介です。それではどうぞどうぞ。私の正体不明のキャラクター紹介してよ。はい、今回女の子ってか、そうなの？かわいい。かわいい。待って、一個気になること言って。これ何これ？指輪して？なになに？これ何？何これ？おもちゃ界の指輪。何それ？めっちゃウケる。こちらもおもちゃなのね。なるほど。かっこいい。なんかすごい戦い強そう。めっちゃかっこいい。私このひらひらが結構好きかな。うん。という感じです。それだ。バイバーイ。絵描き歌のスペシャリスト前中さん、はい、今回の放送いかがでしたか？いや、謎の YouTuber の動画めちゃくちゃ面白かったですね。かすみちゃん、これ絶対かすみちゃんが描いたやつじゃないでしょ、ね、かすみちゃんいつからさクリスタルになったの、ね、あと特ビーワイワイやっちゃうデイズがですね、来週もですね、ダメ、あのやめてください。それでは皆様良い週末を。かすみちゃん